争に敗れ練習を追われた緑は徐州の劉備のもとへ流れ着いた。その人望で前の徐州牧刀剣から徐州を託された男劉備。呂布には解せなかった。なぜこの程度の男が戦乱で盛衰する天下にあって人徳で地を得た劉備。それはいわば弱肉強食の乱世にあるまじき歪みであった。ならば今ここで己がなすべきは弱き劉備から徐州を奪うこと。折しも劉備は炎術と戦うべく徐州を離れることとなった。今こそ好機、参謀たる陳宮のささやく声にうなずく呂布。まずは可否の城を奪い、この徐州から再び乱世に立つ。長領陳宮、そして呂布の娘呂霊姫、三者三様呂布に付き従う者の思いが可否の戦場に交錯する。木に恵まれただけの男、徐州を治めるのは呂布殿、あなたしかおりませぬ。やることは牧羊と変わらん。さっさと終わらせるぞ。呂布殿、何のつもりだ霊姫。父上、私も一緒に戦います。ここ徐州飛信の地とするために。ダメだ。いいえ、行きます。長領、戦いの間霊気から目を離すな。御意。全力を尽くします。必ずや我らに勝利を。足手まといにはなるか。戦っている間に徐州を奪う手始めはこの可否だ。手間取れば劉備が戻ってくるかもしれん。まあその時は叩き潰すだけだがな。この奇襲戦、私が先頭に立ちます。一息に可否の城を落としてみせましょう。至難程度にやれ。門を開け。呂霊姫、出るぞ。ではでは、可否城占拠と参りますので、まずは内容した僧侶に門を開けさせます。僧侶殿と呂霊姫殿は無事で敵の城を奪い、私と呂布殿は僧侶の元へ参りましょう。手間の少ない我らが手間に入れたら、ここは余裕だ。僧侶に近づきますが、劉備の本体がいつ戻るかもしれません。ここは迅速に城を奪いましょうぞ。ここを取れば父上は再び立つ地を得る。呂布軍の一人の武将として奮戦せねば。この戦の決め手は陽動、陽動にあり。我らは派手な動きをできるだけ避けましょう。この気を失う。勝利をこの手に。打開できそうにない。絶対に負けられる。かような失態を演じる。お恥ずかしい神。来たぞ。急に刺激しろ。
けられたか。このまま可否城まで進軍する。その首もらい受ける。いざ。好き勝手しやがって。俺一の長飛が変えるぞ。
隊が戻ってきました。やっはっ。城となった。みんな勝ちどきをあげよう。